スタートボタンをクリックします。はじめにをクリックします。Windows Live をクリックします。Windows Live ダウンロードサイトにつながります。今すぐダウンロードをクリックします。データを保存します。ダウンロードフォルダーが自動で選択されます。ダウンロードが終了しました。